皆さんこんにちは。今回は奇想の系譜展に取り上げられている画家たちを一人一人解説していきたいと思います。展示全体の解説は別の動画で解説してますので、概要欄をご覧ください。今回は岩佐又兵衛についてご紹介します。で、岩佐又兵衛は戦国時代の荒木村重というあの戦国武将がいるんですけれども、この人の子供として生まれました。ただし、この荒木村重という人は織田信長に反旗を翻しまして、一族郎党が処刑されてしまうんですね。その時に乳母が、赤ちゃんだった又兵衛を抱えて、それで、そのお城から逃げたというふうに伝えられています。でそのまま、京都で、絵師になったようなんですけれども、豊臣家が滅亡した後に、福井の北野省の方に行きまして、60歳の時に江戸に移りまして、73歳で、この世を去りました。今回ご覧になって一番驚かれるのは「山中時は物語絵巻」という作品が出てます。でこれは、牛若丸のお母さんの時は御前という人のが、殺されるシーンというのがこうずっと描かれているんですけれども、そこの殺され方というのが、かなり、刺激的な、非常にこう残酷な描き方をされているということで、注目されるべき点なのではないかと思います。岩佐又兵衛というのは浮世又兵衛というふうにも言われたりします。でそれはその浮世、現世ですね、それをこう非常にこう躍動的に描くということで、非常に定評がありまして、あと非常に有名な作品も国宝なんですけれども、洛中洛外図屏風、これもですね、その当時の京都の非常に賑やかな様子というのを描いた作品です。他の画家は、別の動画で紹介してますので、概要欄からご覧ください。展覧会のたびに作っている動画なので更新頻度が、定期的とは言えないんですけれども、もしよろしければ、インスタグラムとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。